はい、どうも、肉痛と申します。今日はね、マリオカートやっていくんですけど、ちょっとノコノコをね、使うときに見ててほしいんだけど。はい、ということで今回はノコノコを使っていくんですけど、クラクションふざけてんな。ノコノコって軽量級、多分ベビーよりかは重いんだよな。だから軽量級の中でもちょっと重いプレイ。あ、ミラーか、これ。しょっぱなミラーやめてほしい。はい、このコースター、まあ、あー、危ねえ。SS を取っていきたいんだけど、やば、SMT 貯めただけであんなに、MT じゃねえ、加速出るんか。どっち、こっちかニスク。ほい、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 あんまりいかない。飛距離が出ないニスクになっちゃった。前に軽量級いるんだよ。多分クッパジュニアと同じなんじゃないかな。違うかな？これ MT で抜けるっしょ？抜いた。このまま2位走っていきたいっすね。がっつり打開するか、このまま1位の後をついていきたいんだけど、このコースは。ここね、キノコ使わなくていいな。次の初等化で使いましょうか。ほい、コインもちゃんと取っていって、ここか。全然慣れないな。で、これ赤は食らうしかなくって、次の4枚もらいましょう。危ねえ。ここの4枚は絶対取る。ミドさん嫌だね。あ、全部前投げ助かる。さて、3ラップ目。ここはイカは別に消さなくてもいいかな。あ、間違えた。今、右に曲がろうとしちゃったよ。これドッスンちゃんと避けて、コインも取れないか、今の。これは、あ、ぶね。ボム見えてなかったな、今。これはコイン取って。やべ、ちゃんと後ろ見てクラクション鳴らせばよかった。多分今の僕じゃないな。これダブル取って、いや、1位は取れないけど、あ、オッケー、強い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 。このままいける。このまま、こう斜めグライダー行って、落とさんないからね、今。こういうこともできるんですよ。よし。落とさんあったら今の怖くてできないね。まぁ、ちょっとミラーなんであんまりいい調子ではなかったですけど、2位スタートできました。わぁ。わぁ、めっちゃ可愛いんだよな、あの子の子。まあね、レート見ていただいたら分かるように、15,900 まで来たから、16,000 行きたいね、これで。うん。まあ、16,000 のボーダーですよ。結構15,000と4,000をうろちょろしてたんだけど、まあ、ようやくここまで来ることができましたね。これ2割して、あー、取られた。ここもね、タイムアタックやりたいんだけど、最近はね、ちょっとポケモンに時間を取られていて、練習する。暇がないっすね。あー、イン取らない。ここはリスク。いっちゃ、あ、やべ、下手。ピチサロニスクできないのはダメでしょ。ああ、やめて。これどうしよっかな。軽量級だからあんまり打開したくないんだよ。あの、スピード乗らないからね、打開しても、そこまでメリットは感じられない。ここはね、赤一旦投げる。ああ、コイン2枚取れない。そこら辺で1個投げて、コインもらって、危ね。ほい。マリカでもね、やるの久々なんだよね。最近、本当にマイクラじゃない。間違えた。あの、ポケモンかポケタンずーっとやってるんで。あとあれか、オーバーウォッチ。もうこの3つのゲームをね、ひたすらにやってるんで。どんなゲームをやっても久しぶりになってしまう現象。ここは、スター使って、8割か見てなかった。あー、木野さんは別に悪くはないな。下手。下手。空豆なんか使わなきゃよかった。さっきね、タイムアタック練習してて、花ちゃん使ってたんだけど、のこのこで。あー、9割したかったな。今止まったか。やめて。ここ食らったら終わり。あ、スター強い。花ちゃん使ってたんだけどね、あんまり使用感良くなかったんで、豆にしました。やっぱ軽量級っつったら、加速ですよね。トゲが飛んでいく。まあ、ここのトゲはいいんじゃないか。で、多分、あ、割れたよね。最下位の人。あるとしたら、ここでサンダーか、まあ、次のグライダーでサンダーだと思うんで、ここで1個使う。ここは普通にキノコ使ってショットか。無敵引ける？引けないよな、でも。あー、ミドイチ弱え。ちょ、待って、血縁。あ、オッケー、ナイス。ちょ、あ、これ僕か。しょうがねえな。3位で食らった。あ、でもここコイン3枚取って、ちょ、後ろ、あー、当たるか。落ち着いて。オッケー、9割できてる。あー、パックン食べないで。キノヨンで抜けるこれ。あ、抜けないな、この距離は。のこのこ、おっせ。スピードが出ない。いや、9位。スピード全く出ないな、やっぱ軽量級って。あー、さっきの2位が。さっきの2位のプラスが全部なくなった。
さあやってまいりました 150cc ミュートシティ。これは、まあ、ニスク見せられるんじゃないですか。のこのこでできるのかな。結構難しそうだけどね。ワルハナだとね、もうマジ最近のニスク成功率マジで9割、いや 10割に近い9割。あのね、ミュートシティはね、タイムアタック5落ちの記録持ってるんで、そこそこ走れます。ほいほい。でも空豆でやるの初めてだからな、ちょっと使用感がわからないかもしんない。ここはバックスの警戒しないで、コインも、あー、これ僕じゃない、キノコ持ってるからな。本当はここキノコ使っていきたいけど、行ってみましょうか。えいえい、あー、惜しい。前の人もミスったな。ここは交換でいいっすね。バナナだけ残しとこうか。のこのこだけに噛んじゃった今。どもっちゃった。ここサンダー降るか。まあいいや、ここでコインいっぱい回収してって、しっかりインついて。まあ、新コースが出てね、約3週間くらい経ちましたけど、皆さん、好きなコース決まりましたか？僕はね、やっぱりメイプルツリーハウスとか人気だと思うんだけど、ヘレサレイクだね。思い出補正もあって。ヘレサレイクが一番好きなコースです。DLC3 段の中でね。これ、ケツつけて、OK、勝った。もう一回行きましょうか。うわぁ、ちょっとクラクションやだな。赤、僕じゃね？ダメだ。これはいけない。さすがにね。さすがにこれはいかないで、アイテム取って3周目で華麗に決めていきます。決まんなかったら、あー、昨日呼んでちゃったか。決まんなかったらこの動画がボツになるだけと。じゃあ、あのベビロゼ許せないっすね。クラクションなんか持ち上がって。この世界記録、ゴーチの僕に歯向かう気か。これさ、ミスクやりたくないんだけど、キノコ、危ねえ。キノコ使っていった方が絶対安定する。キノコなくなったんで行きますね。これはシングルでいい。シングルで行って、このまま、コインを集めていって、あー、スター使って妥協しちゃダメっすか？ここ。皆さん、スター使って妥協はダメっすか？ OK。これ早めに降りて、あ、べ。早めに降りて、MT したかった。危ねえ。まあ、ワルハナだったらできるから。のこのこだから、のこのこが悪いよ、これは。雪原ステージ。おい、ちょっとこういうのは勘弁してほしいんだけど。あ、身内が飛んでる。身内が飛んでます、3匹。最初、MT 出せるかな？無理ですね。このステージ本当に苦手なんだよな。あ、てか、200ちゃん、こんな遊んでる場合じゃないっての、この子。ちゃんとやんなきゃ。雪原ステージだからってサボんないで。オッケー。よし。いや、むしろ雪原ステージはよく働いてるか。なんでもないっす。僕ね、やっぱね、ワールドエンドダンスホールが、マジあれめちゃくちゃ好きなんだよな。まあ、他にもね、ポニーとかメガロパニアとかありますけど、メガロパニアが多分一番人気なんだろうね。すごい視聴回数も伸びてて、ニコニコ YouTube ともに。ほい、そのクラクションは見えてるよ。このまま行きましょうか。なんかね、身内がね2人くらいいたんだよね。ほらマップ見て、マップ僕の後ろ身内がいるんだよ。多分あれ親戚なんだろうね、身内というか。後ろに投げて、あー、これ僕だな。やだな、この赤。てか、コインが取れてないのがね、非常にまずい。このコースは200だとしてもコインが重要って思ったけど、結構落としてくれたんで、ここら辺を回収して、危ね。MT 出そうか。軽量級の MT だからよく出るよって言おうと思ったんだけど、あんまり出ないね。おっそ、このグライダー。200だろ。今 50cc くらいのグライダーだったって。コインがね、この子、金がね、あー、金取れね。惜しい。交換でいいな。まだ使わなくていい。さすがにまだサンダー振らない。結構詰まって、くそ。イカなんていらねえんだよ。このコース結構詰まってるから。いけるか。これ、キンキは飛ばせる？イケイケゴーゴー、雪原ステージでちゃんと勝っていこう。のこのこ。アイアンマン抜かして。あー、抜かせない。ということで、雪原ステージでも勝つことはできませんでした。あー、レート下がった。対戦ありがとうございました。